だって落ちそうになったら飛べばいいんだもんね。確かに、いや、そうですよ、ね、俺らはブランコやっててさ、このまんまさ、飛びたいなと思ってたってさ、落っこっちゃったら大変じゃない。だから怖いですよ、ね、インコはそのまま飛べるんだよ。知らない子ってみんな一緒か。それか、まあ、たまにテレビ番組同士である、うん、そこが使っているの面白そうだねっていう。なるほどね。なるほどね。俺も情報共有。赤坂の方でやってたんで、ホランちゃんが楽しみに僕も見てましたし。もう N スタでいいんじゃないですか。あ、N スタね。あそこまでやらなくて、はい。よく怒られてたから、俺もちょっと教訓としてあるのよ。よく他局の番組ちゃんと行っちゃってたりさ。そうです、ね、そう、まあはい、ちゃんとあるんですけど。達人さん、大体の前の日の夕方の他局のニュースの情報、ここ多いんですよね。そうですね。すいません。ありがとうございます。みんなで仲良く情報共有。さあ、続いてはですね、こちらです。天皇陛下は昨日63歳の誕生日を迎えられました。その誕生日の記者会見で SNS を使った皇室の情報発信について初めて言及されました。一般参加の人たちが皇宮の中をゆっくりと歩いていきます。始めたのはええけど、送ろうと思っても待て。
目も出せたら楽やけどな。どうしたん武蔵野。そうか、ポストならいつでも出せる。なんでポストならもちろん24時間投函できます。フリマやるならポストから。もちろん朝早くから。ありがとうポストさん。お前も感謝してんのか。進化するぬくもり、ユーパケットポスト。お薬飲めたねを使って薬が上手に飲めました。あれからですよね。今度は私からお母さんへ使ってみる。ごくんといえば龍角さん。やぶほん、そのカメラちょっと見せて。スマホ持ってるでしょ。カメラの北村。何かを始めたい新生活、お部屋の準備は。43年の新隊員、直営136店舗。キャンペーン実施中。コンサルタントがいない転職といる転職。ハイクラス転職を実現するのはコンサルタントの提案だ。5年連続ナンバーワン JAC。 ずっと雪ならいいのにね。たまに降るから趣がある。たまにお得よりずっとお得の方がいいでしょう。シュウォークオフ。マイモバはおうち割でずっと990円か。モーニングショー。昨日63歳の誕生日を迎えられた天皇陛下が誕生日の記者会見で皇室の SNS の活用について言及されました。天皇陛下は皇室の SNS 発信について問われ、国民と皇室の信頼関係を築く上では皇室に関する情報を適切なタイミングで国民の皆さんに分かりやすくお知らせしていくことも大事なことであると考えますと答えられました。宮内庁は今年4月から新たに広報室を設置、皇室の正しい情報を積極的に発信することを目指して SNS の活用を検討しています。その SNS を通じた情報発信で成功しているのがイギリス王室です。ロイヤルファミリーの Twitter、Instagram、Facebook、YouTube のフォロワーは合わせて2600万人を超えていて、投稿されるオフショットのような写真が開かれた王室の一端を担っています。一方、SNS をめぐってはオランダ王室でコロナ禍の2020年10月、政府が移動自粛を要請する中、国王夫妻が休暇でギリシャを訪問したことが発覚。 SNS で謝罪する動画を投稿しましたが、コメント欄が炎上したというケースもあります。テレビ朝日宮内庁担当の遠藤記者によりますと、 SNS 発信について宮内庁関係者は、ツイッターのような短い発信で国民と信頼関係が築けるのか、投稿のコメント欄への書き込みが炎上しないかといったことを懸念しているということです。より開かれた皇室をという思いと、多くの誤った情報が広まることを防ぎたいという思いということなんだと思うんですけど、梶さんいかがですか。なんかこう、やっぱりもちろん天皇陛下とはいえ、やっぱりこういう発信っていうのは今の現代にとってやっぱりメリットもデメリットもリスクもあるなと、いうふうに思いますけれども、でもやっぱり天皇陛下とか、あと秋篠宮様がね、小室さんとの結婚についての言及もなんかこう折を見てというか、誕生日とかなんか決まった記者会見とかっていう時しかなんかちゃんとお話できないっていうイメージだったんですよ。でももしこれでSNS の方を、で言及されるっていうのは別に時間関係なくいつでも発信できるし、やっぱり一部週刊誌でやっぱりその誹謗中傷的な部分だったりとか、あとはやっぱりその公式的な記事も多分あったんじゃないかなと思いますので、そこに対してやっぱり真実を陛下の口からちゃんとツイッターとして、ツイッターかどうかまだ分からないですね、フェイスブックか、何か分からないですけども、発信されるっていうのはやっぱり国民がね、心配されている方も多分たくさんいると思うんですよ、違うその情報を得ても。だそこでやっぱり本人の口からちゃんとこう言及してもらうっていうのは、すごく一つ安心感になるのかなと思うのと、あとやっぱりこの天皇陛下は令和の天皇ですけども、ある意味その昭和の激動を一番知ってる方だなと思っていて、やっぱりその高度経済成長復興から今に至るまで、このすごい激動じゃないですか、この SNS も含めて、いろんなツールが、コミュニケーションツールがこれだけ発達してるっていう部分、
がやっぱ本人が一番自覚されてるのでここへ踏み切ったのかなというような思いがしますけどね。まあ広瀬さん、リスクも課題もあるんでしょうけれども時代にも即した試みでもあるのかなと思います。私はすごくいい考えだと思いますね、はい、もう今私の世代の友人でも情報収集を SNS だけでしかやってないっていう人たちも結構いて、そうすると日本の例えばテレビとかラジオとかで実際やっていてもあまりこう耳に入ってこない情報がたくさんあるので、はい、そこで活用するっていうのはすごくいいと思いますし、コメント欄への懸念っていうのも あるようですけれども、まあ、SNS って本当にいろいろな使い方があって必ずしも相互の利用じゃなくても発信に特化することでもできるわけで、そしたら最初はコメント欄を使わずに発信を始めてみて、それがうまくいったら例えばプルトを開くとかいろいろな使い方があると思いますし、あと海外からも見れるっていうのもいいですよね。そうですね、より身近になるんじゃないかなというふうにも思います。さあでは続いてです、昨日祝日でしたけれども行楽地が多くなって